こんにちは。今お昼です。不正ってね、パターンがあるんです。先祖だ伝来というかでしょ、新作ってなかなかなくてね、楽天モバイルの債券買うときに、過去にこういう不正を行われてきたんだよってことを念頭に置いて判断してくださいね。楽天ってね、本当に不正が多いの。で、楽天のモバイルのその通話の品質が悪いよねってさ、みんな思われてると思うけれども、その元凶も実は不正なんだよってお話をさせてください。はい、不正のパターンが顕著ですってね、特に楽天の場合ね、ここでちょっとちゃんと学びましょうか。楽天モバイルの債券の償還っていうのは、私はね、不正が一番心配かなと思ってますよ。その理由を説明していきますね。で、通話品質が劣悪な理由っていうのもね、これ日本ロジスティックスの不正の件について今回ご紹介いたしますので、そういうことかってことがお分かりいただけるかなと思います。さらにね、不正のパターンが本当にこれいつも同じ手口なんですよ。楽天エクスプレスの頃の話って知ってますかね。ロジスティック絡みの楽天の、この不正っていうことが、受け継がれてきて現在に至ってるのかなってことをね、ちょっとね、今回はお伝えしたいと思います。で、私元会計士やってましてね、2、30年やったかな、今も引退してるんですけれども、もう楽天モバイルの黒字化って、その前にやるべきことがあるでしょって思うよねって、そういう話です。寝言は寝て夢って感じかなってね、ちょっと言葉きついけど、まあそういうことをね、これからお話しするからさ、しみしみ分かっていただけるかなと思いますよ。はい、楽天モバイルの償還は不正が心配だよって、その根拠についてこれからちょっとねご説明しますね。コメントありがとうね。パート2でございます。1回じゃちょっとお答えできなかったんだ、2回に分けたんです。楽天モバイルに先は見えませんって、会社の赤字のみでなく社員による不正行為もあります。ここなんですよね。で、不正の最終的な責任は三木谷さんが取るんですよ。法律的にはっきりしてるの。内部統制の構築の責任は経営者にある。平たく言うと、不正が出るような会社の仕組みをこさえておいて、そこに従業員を押し込んだあんたのせいですよって、そういうのがね、現在の会計の理論の根本でございます。で、個人的には通話は使えないので、楽天モバイル解約しちゃったよってね。本当に品質が悪いのよね。私の声が届かないの、向こうに。はい。で、祖父爺社債友の会の皆様へ、2回に分けてですね、ちょっと今回お伝えしたいんですけれども、前回プラスですね、通話の品質が悪すぎて、だから大赤字になってるんだけども、その根本にはね、不正が2つもね、関わってるんだよってお話でございます。2個です。ダブルですからね。はい、楽天モバイル債って 4% の利率でももしかしたら改定がつかないかもしれないなってね、思ってるんですが、と、償還の懸念、私にとって一番心配なのが不正ですよ。倒産の確率なんてもう本当たかが知れててすごく低いんだけども、いきなり突発的に不正が出てさ、なんじゃこりゃってことになるかもしれないからね。私経験上まさかこの会社がっていうのがあってね、ひどい目になってるのよ。はい。で、ほら、ここね、JCR よりと AA のね、投資計画のね、格付けをもらう予定になってるんだけど、さらにまた新たな不祥事が出るかもしれないわけですね。ここについて、ちょっと今回、なんでそういう気持ちになってるのかってことをね、理由をしっかり説明しますからね。この格付けにはこの気持ちって反映されてないと思うのよ。ね。はい。で、1月の8日にこんな記事作ったんですけれども、ね、孫さんも被害者になってるってね。で、会計士の視点でいくとちょっとやばいかなという話したんです。ソフトバンクグループ、ね、の中の一つであるソフトバンクが、楽天を訴えてるからね。楽天がソフバンにスパイを派遣したんじゃないかって感じでさ。ね、そしてね、ブックオフの不正と共通するところがあったんで、ね、元社長様とのお話をしたことがあったってお話を紹介したんですけれども、これさ、はい、ちょっとね、こう後でこれ共通してるよねって話をしなきゃいけないんで、ちょっと復習させてくださいよ。この機密情報を持ち出した社員の人については罰金100万とかなんだけども、安すぎるんじゃないってさ、また別の話で、
この刑事の方で元社員が100万円だけど、民事の方でソフトバンクが1000億よこしなさいよって言ってる話が今進行中なわけですよ。これね、楽天モバイルと元社員に対し1000億。元社員が1000億なんて払えるわけないからさ、それは楽天が払えることになるでしょうね。もしね、ソフトバンク買ったらね。で、1000億なんてさ、お金をごった大変よ。今回の社債2500億だけど、前年度に1500億の社債を記載してるんだけどさ、その3分の2がね、持ってかれちゃうんだよ。ああ、恐ろしい。で、さらにそこに加えてですね、こういう報道がありますよと。同じ楽天モバイルに関する不正の記事ですからね。はい、さらにまた不正がバレて警察沙汰になっておるよと。ソフトバンクが訴えるプラスですね、ほら、刑事上、民事上の責任追及を行っていく予定ですっていうところの不正が発覚しましたよと。で、同じパターンの不正を過去にやっていて、過去のパターンと同じよねってところを私は言いたいの。懲りもしないず、懲りもせずまた同じことをと。で、元従業員が取引先と共謀し、当社に対し不正な請求を行い、金銭的な利益を得ていたっていうところですね。共謀でさ、取引先と組んでさ、お金をね、がめてたの。で、ほら、社内規定の周知及びコンプライアンス教育を徹底し、グループ全体で再発防止に努めてまいりましてさ、再発したのよ、だからまた。で、次もまた再発するんじゃないかと思うよね。だって似たようなことをやらかしてんだもん。で、社長をこれ教育しなきゃ本当はいけないんです。でも社長の教育って難しいよね。交代しかないのかもしれない。ちょっと私思うんですけどね、三木谷さん。はい。三木谷さんの修文を法を取ってこういうのがあるからさ、これもちょっと復習しましょうね。ほら、もうパワハラ的なことやってるわけですよ。ボトルを男性の口にうりゃーと入れてこう飲ませた動画などがね、拡散させられちゃってさ、で、あいつ大丈夫かってことになってるよってことなんだけど、社長のハラスメントってすっごく重要っていうか、不正に大きくね、影響を及ぼすんです。で、動画がどれだけ信憑性があるかっていうことについては知らんけれども、経営リスクだねってね、三木谷さんってこういうやつなんだってことがさ、動画でさ、広く知られるとね、これよろしくないわけですよ。社長のハラスメントは社債の償還に大いに関係ありますよってね、無理難題を押し付けてさ、パワハラでさ、すごい圧力をかけるんだ。そうすると不正が起こる土壌を作ってることになるからね。で、結局資金が流出するよってね。社員が詐取したのね。着服横領したのね。さらにソフトバンクに訴えられて1000億払うかもしれないのね。だから資金がなくなるじゃんよ、もう。そのね、後でもう一回ちゃんと言うけど、内部統制を構築してそういうことをしないよっていうことをね、義務付けてるんだけど、できてないってことが証拠としてこれ出てるのよ。で、ほら、11月から04プランは完全に有料化ってことにして、契約減少が懸念される中と、三木谷さんが押し出したのはグループ社員への契約のノルマだった。1人当たり5件取ってこいってね、家族や友人からね、その契約取ってこいって言うんだけど、全員から集めたとしてもね、2.3 万件ぐらいしか取れないのよ。で、そんなもんさ、36万の契約を取り戻すには、そんな2万件取ってきたからってどうしようもないでしょ。焼き石に水でそんなバカなことする社長だよねってことなのよ。で、無理無駄を強いる凶暴な経営者なんじゃないかなって思われるわけですね。こういう経営者はね、不正がふざふざっていうことになるの。とてもよろしくないの。で、通話品質がそもそも悪いのが、この契約者がね、こう契約しない原因なんですけどね。で、そのなんで品質が悪いのかっていうところのね、根本原因が不正にあるんだよって話をね、したくて、で、別動画作るよってね、前に言ったんだけど、その子の別動画が今回の動画ね。はい。じゃあ、品質が劣悪な理由について、これから日本ロジの話をね、踏まえつつお話ししていきますね。ごめんなさい。これ、去年の9月の記事ですね。ちょっと新しめのやつ。2019年から2022年にかけ、架空のコンサル料水増しかーってさ、なんと、40億円ぐらいお金をね、がめたって話なんですけれども、はい。ほら、この、楽天モバイルの携帯電話基地局の部材の輸送保管などを担ってきたところの日本ロジスティック
社っていうところと楽天モバイルの担当者が結託して40億円ぐらいねお金をね、がめたっていう話なんですけれども、はい、これ利益を40億稼ぐには一体いくらの契約が重要と取ってこなきゃいけないのかなっていうことを考えてほしいわけですよね。売上に直すと何億円だ、40億の利益をさ生むために売上をどのくらい上げなきゃいけないのって話ですよね。いやこれはこれはと。でこんなような不正が起こらない仕組みをしっかり構築してますよってことにつき、公認会計士が監査をして内部統制をバッチし大丈夫聞いてますよっていうことの証明書をつけるんですけどね。いやーなんかこんな状態で上場できてるのが不思議だよねって思いますね。はい、でほりゃ、ほらこれ約4億円たった400万のために潰れちゃったって書いてあるよね。これさ、たった4億って思ったもん。だって被害総額って40億とか書いてあったよね。一体いくらお金をこう、そのなんだろう、たった4億でを債権者の皆さんがひどい目にあったんだよ。被害40億ですよ。なんだかなぁ、馬鹿げた話でしょ。で、9月1日にさ、債権者集会が行われたんだって。それで、債権への弁済をストップできる民事再生法の適用を選んだもよだなんて書いてあるよ。債権者の皆さんは畜生と思ったろうな。で、これはね、債権者悲惨って言うけど、もしかしたらね、私も社債持ってますからね、ソフトバンクグループとかね、他にもね。もし、楽天のモバ債買っちゃったりなんかすると、もしかしたら明日は我が身かなってちょっと思わん分ないでもない感じがするよね。はっきり言っときますけども、2年以内に倒産する確率はものすごく低いですからね。まあ、それを前提に不正が起こると怖いよって話をしていますから、いたずらに不安を煽るつもりはないですからね。はい、ちょっと先行きますよ。で、捜査に全面的に協力しているって言った後、今そんなことしてる場合じゃないじゃない。本業をしっかりやらないといけないんだけど、それどころじゃないよね。だって基地局の路地が 回んなくなるんだよ。で、水増し分から不当に金銭的な利益を得ていた疑いだと、路地に回したお金の一部をキックバックとして楽天の社員が受け取っていたというパターンですね。いつものパターンだね。典型的な不正の、やり方ですね。楽天モバイルの業務を担うようになって業績を伸ばしていったということで、まさにこの、日本路地も儲けたわけですね。で、通話品質が悪いのは路地がダメだからってまず一発じゃ決められないんだけれども、ロジスティックでもこんなことやってんだもんよ。一員はね、この件もこの通話品質の足を引っ張る原因になってたんだろうな。もっと言うと、こんな不真面目な人たちが作業してるわけですね。こんなもんさ、品質の改善がトントン進むわけないじゃん。で、さらに、一社集中っていうのは双方に危険だよねってことがありますよね。日本ロジが楽天モバイルからの売り上げをね、これ中心に業務を行ってた関係で、ほら、一発で不正が起こったらね、業務が止まるわけですよ。日本ロジスティックスは倒産と。楽天モバイルも困っちゃったろうね。この日本ロジのところがもう止まるからね。本業が進まないよね。で、ほら、楽天モバイルから基地で携帯電話基地局建設の部材や保管や輸送って、この辺の業務がもうやるやつがいなくなるわけだからね。これ大変よ。で、通話品質が悪すぎなわけだってことは、この辺からね、押して知るべしですよ。で、グループ全体で再発防止に努めるなんてまた言ってんだけど、これね、似てのことやってんですよ。経営体質が元凶かなと思いますね。まさに社長が内部統制をしっかり作れないっていうことです。だって、後でちょっと確認しますけども、同じようなことやってんだから、本当に同じパターンの不正がね、再発なんですよ。で、今度こそは再発しないかなって言ってったってさ、あ、またやるじゃんって気持ちになるもん。ちょっとこの件について、日本ロジの件について、ちょっと詳細見ていきましょうね。はい、物流業界を揺るがす大事件という、今日も記事持ってきましたね。はい、ほら、三木谷さんが強気の姿勢を崩しませんよと、その強気の姿勢が困っちゃうんだよね。で、基地局の整備が進み、つながりが高さが解消すればと、ローミング費用の負担が減り、楽天銀行などの経済圏を楽天モバイルの会議に取り込むことで一気に挽回できると考えてるって言うけど、甘いよね。通話品質が悪すぎるんだから、もうプツ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 ね、音声が途切れちゃうのよ。
つながるけどね、私の場合ですよ、東京の真ん中に住んでますからね、通話がね、ダメなんです。で、こんなようなね、強気の姿勢で無理難題を強いる元凶はあなたなんだ、あなたが悪いんだってことを私は言いたいの。はい。でさあ、これ、三木谷さんは設置計画5年前倒しを発表したって言ったんだけど、ここにさ、まさに無理が呼び込んだ云々っていうところがあって、二重の意味でさ、悪いことをしちゃったのね。ソフバンが楽天を訴えたんだけど、これ引っこ抜いた人員にソフトバンクの機密情報を盗ませて楽天が使ったんじゃないんでしょうかということをソフバンが裁判所に訴えて1000億払えって言ってる話になってるわけですよね。で、これ機密情報をなくしてはこんな5年前倒しなんてできないぞってことをソフトバンクは言ってるわけですよ。で、ここがまあね、争点になってるんですけれども、と。これに加えてですよ、この話があるわけですよ。日本ロジの話ね。405億円の売り上げを誇る44億の成長企業だったのに、一発で潰れちゃったってわけですね。たった4億のお金を差し押さえられただけでよ、潰れちゃうっていうのは変な話だよね。40億以上のお金をがめときながらよ、いかに不正って恐ろしいかですよ。機密情報の件に加えてこの路地の話もあるからさ、楽天って悪いよね、だからあっちも悪ければこっちも悪いよねってことになるから、訴訟負ける可能性が高いと思うね。で、ほら、情報機密不正利用の件に加えて、楽天モバイルの基地建設にも不正があったってことで、ダブルの不正があるわけですよ。そういうところの事業が黒字化するかっていうとちょっと疑問だよ。はい、2年で売上3倍よって書いてあるじゃん。これはね、私引退した関係士なんだけどね、不正の匂いがプンプンするよねと思うわけですよ。はい。で、これもちょっと復習なんですけども、この不正入手したとしか思えない機密情報を転職先企業が活用したんじゃないかっていうところなんて、常識的にはありえないけど確信犯でないかという、なんかわけのわからんこと書いてあるでしょ。これ職業的害基準なんですよ。全開したんですけれども、過度なノルマを与えたりなんかすると不正を誘発するよってことも常識でございます。で、異常な好業績の裏には不正があるわけですよ。で、まあ、そんなようなことがね、会計士の中ではね、考えられていて、職業的懐疑心を持って業務を行いなさいよって、疑ってかかるよってことなんですけれども、ほら、この橋本真由美さんね、ブックオフの社長さんとお話ししたって話を前したんだけども、この人がね、売上を不正にね、計上させる方向に、社員を導いてしまったな、私が悪かったんだって話をしてましたよ。で、この人ね、朝の5時まで働く人なんですよ。パートタイマーとして、入社して、時給600円から始めて、9時5時の勤務だったんだけど、朝の9時から始めて、翌朝の5時まで働くようなことを頻繁にやった人で、そして社長にまで上り詰めた人なんですよ。私はできたのに、なんであんた方できないのよって、それできないよ、普通の人には。で、すごく激しく叱責して、そしてね、従業員が畜生と思って売り上げをごまかしたってことなんですね。だから、まあ、やれって言ってさ、過度なこのノルマを押し付けたりなんかすると、それは不正が起こるのよ。はい。で、同じような状況があったんじゃないかなと思うんですけども、この楽天のケースはあのブックオフのケースよりもずっと悪質で、元幹部の妻が経営する B 社っていうところまでぐるっと回してたんだよね。楽天モバ、日本ロジ、それから A 社、そして B 社って感じで、お金をがめるために悪巧みをしてたというちょっと悪質なやつですね。で、ほら、21年に92億円ってね、この A 社ね、なんと2年で売上が10倍になってますからね、不正の匂いプンプンですね。あ、これは税務署も目をつけたんですね。で、そのため現場はこんなって書いてあるけれども、こんなような状況だよ。基地局の整備とかさ、通話品質の改善がうまくいくわけないじゃん。黒字化って遠いよねって思うよ。だって本業に集中できてないんだもん。ほいで、4億の卵をキャッシュで買いましたってさ、
いうことなんですけど、元幹部の社員ね、さっきさ、日本ロジがさ、4億円差し押さえられちゃって倒産したとか言ってたよね。なんじゃこれと思うよね、これ。で、楽天モバイルがこれ差し押さえたって言うんだけどさ、この4億がさ、あれば、債権者の皆さんは、ひどい目に遭わずに済んだんだよ、もう。でね、基地局事業に合わせて、いくらでも入ってくる金に、タガが完全に外れて散財って書いてある、ひどいね、もう。そこの抜けたバケツな状態で、楽天モバイルは事業をやってたってことだよ。黒字化なんてとんでもないや、これ。寝言は寝てよって思うよ。で、不正利用の端緒をつかんだのは国税局だったってことですね。税務署怖いよね。で、脱税の容疑でバレたんだなってことわかりますよね。ものすげえ株価の、羽振りがいいんだけども、納税はなんか少ないよね、みたいな感じでさ、目をつけてたところが実際に、こう悪いことしてたってことですね。はい。で、この不正のパターンなんだけども、日本ロジのパターンっていうのもね、似たようなことが楽天エクスプレスでも起こってたのよ。もう大概に懲りない人だなって思うけどさ、当日配送などで先行するアマゾンに追いつくべくってさ、三木谷さんがおりゃってやったことがあったのよね。ここもほら、専門のノウハウを持つ人材をヘッドハンティングしてきたっていうパターンですよ。で、あらゆる投資を凍結し、迷走することになってと、あらあらって。で、窮地に押し入ると会社はその本性を表すものということで、ほりゃ、50人の社員が20人募集、裏でインスナリストラーとかさ、ボロボロになって辞めていくとかさ、まあ、こんなような話って、ネットを叩くといっぱい出てくるからね。で、これがね、2014年の頃ですよ。こういう状態からよ、始まって、楽天物流がなくなり、楽天スーパーロジなるものが、今年3月の設立のはずが、まだ正式な登記も行っていませんよって。7月の段階でよ、3月に設立はずするはずだったら遅れまくってて、うまくいってないわけですよね。で、はい、その流れの中ですよ。で、必殺の、ほら、ヤマトからね、楽天に転職してきた人がやっちまったっていうことね。これが2021年のことですね。で、三木谷さんが自前配送サービス楽天エクスプレスに参入するという大役をね、任したぜと、お前頑張ってくれよってことで、はい、ほらね、転職でしょう、大役を任されてね、異常な成績を収めるわけですよ。そして不正が発覚するといういつものパターンに陥るということね。2021年だよ。さっきの記事って2022年だったでしょ。懲りないでしょ。ほら、現場の業務を外部の中小業者に、その丸投げするビジネスモデルを持ち込んで、楽天エクスプレスの配送ものカバー入れは驚異的な拡大を見せましたってね。で、はい、その事業拡大には罠があったんだよってさ、 A 氏が運送業者への委託費用を自らの個人口座に完了させるパターンと、中抜きするようなパターンだよね。さっきと似てるよね。で、プラスなんですけども、この人もね、多分ね、機密情報を不正利用にしたんじゃないかなっていうのはね、疑いがかけられてもしょうがないかもしれませんね。また似たようなことやったんじゃないかなって思うわけですよ。はい。で、パターン化した不正の言及は明白ですよってね、これ法律ではっきり決められてるんですよ。内部統制の構築は経営者の責任だってさ、いうことが決まってて、不正を引き起こすような会社の仕組みを作っているのは社長がいけないんだよってことに、これはね、法律で決まってるので、孫さんはこんなケチな不正はしませんよね。いろいろ探したんですけども、出てきませんよ。パワハラとかさ、セクハラとかさ、ケチな不正ね。あ、彼は正々堂々とグレーゾーンを攻める人ですからね。はい。で、倒産がね、確率かなり低いと思うんです。倒産確率なんて。本当にね、日本じゃめったに起こってないんだけれども、でもね、仮に何か大きな不祥事が起こったとしたら、もう一撃必殺ですからね。ここはやっぱちょっと怖いとこですよ。皆さんどう思われますか？聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。